Good morning, everyone. 唯一話せる英語を言ってみました。こんな感じです。私は今シアトルのダウンタウンあたりにおります。なんとシアトルにはですね、数々の有名な企業の本拠地があるそうで、まあ、そのおかげで物価とかいろいろ高いんですけれども、すごく多種多様な人に溢れていて、街を歩いているだけでも楽しいです。シアトルといえば何でしょうか。そう、コーヒー、スターバックスの1号店があるんですね。今となっては知らない人がいないと思われるコーヒー屋さん、チェーン店ですけれども、スターバックスの1号店行ってみたいと思います。そこでコーヒー飲みながら、ちょっと時差ボケの修正というか、まだもうちょっとですね。やっぱり東に飛ぶと結構ありますね、影響。それではお店に行ってみましょう。シアトルのダウンタウンの様子をお届けします。ロイヤルロビンスの店ある。意外とアウトドアの店いろいろあって、さっきもあそこにマウンテンハードウェアの店とかありました。今日時間があれば REI 寄ってジェットボイルのガス缶買おうかなと思っております。ただいまの時刻はグモーニングと言っておきながら1時42分ですね。やばい、 iPhone のピント合わせめっちゃいいな。一応節電モードにしているので64日間持つようになってます。まあ、活動に応じて使い分けていく形ですね。おー、いい感じですよ。シアトルコーヒーワークス、フェデックスのめちゃでか車。こんな風に街を散歩するだけでもなかなか楽しいウォーキングになっております。体を徐々に慣らしていってる感じですね。パブリックマーケット、今から行くのはパイクプレイスマーケットっていうところになるんですけれども、この中にスターバックスの1号店あります。行ってみたいと思います。いいですね、マーケット。マーケットもやっぱりその土地のオリジナリティになりますので、顔を出すと面白いと思います。いろんな食とかいろんな文化に触れられると思います。うお、なんかいい感じ。こういう路地とか好きですか皆さん。路地好きな方はグッドボタンとコメントをよろしくお願いします。ちょっとすいません、コメントの返信とかが間に合ってないんですけれども、感謝のグッドボタンとハートをつけさせていただいております。いつもコメントいただく皆様本当にありがとうございます。じゃあこっち行ってみようかな。ここめちゃめちゃ繁盛してますね。パイクプレイスチャウダー、あれか、やっぱり海沿いの町だからチャウダーとか有名なのか。こんな行列に並ぶんだろう。スタバ1号店、違った、ここはウェルカムトゥファーストクラスパイクシスターストア姉妹店でした。オリジナルのお店行ってみよう。スタバ1号店、めちゃめちゃな行列。30メートルぐらい行列並んでますね。ちょっと行列に並ぶの店でコーヒー飲むのをやめました。あ、涼しくていいな。いやー、すごい行列ですよ。ちょっとアウトカメラでも撮っとくか。スタバ、あそこまで並んでる。スタバ1号店です。諦めます。
ふらふら歩いてたらパタゴニアありました。アウトドア好きな人、アウトドアショップ好きということで、ちょっと寄ってみたいと思います。いいですね、やっぱいいな。Oh, can I get this one? Wow. You can take all of them if you want. Thank you. Yeah. Okay. I will do my best. Okay, good luck. Yeah, thank you. もらっちゃった、ステッカー。 Do you have social media? Yes. Instagram? Yes. Okay. Thank you. バイバイ。陽気な店員さんにステッカーいただいてしまいました。なんかシアトルのやつ切らしてるわってことで、じゃあトモールのガス缶あるかって聞いたら REI 行った方がいいだろうってことで、やっぱり REI ですね。今から行ってもろもろの準備していきたいと思います。シアトルはとにかく宿泊が結構高いので、宿泊はじめもろもろの物価が高いので、早めに離れた方が経済的には助かるかなというふうに直感的に感じています。今日はどこに泊まるのかな、ルーローのハイカーは。自分でもノープランなので分かってません。行きましょうか。やったー、サブウェイ発見。うろうろしてたら旅人の味方サブウェイがありました。なぜ旅人の味方なのかというと、野菜がたくさん取れるからです。あ、ようやく2時35分にして、今日は砕け散ったおっとっとしか食べてないのでお腹ペコペコなんですよね。食べたいと思います。サブウェイ飲みました。 ELT 10.79 度。イタリアンチーズブレッドです。シアトルタワーみたいなやつですね。京都タワーみたいな感じだと思います。で、あっちにはなんか球体のガラスの丸いのがありますね。さっきスタバの1号店には行けなかったので、行列がすごすぎて、今から REI でガス缶とアクアミラとか、ちょっと浄水系のアイテム、そして、まあ、食べ物とかあったらちょっと買って、スタバのなんかいい感じの店があるらしいんで、他にもそこで今日の宿を決めて時差ボケを直しに行きたいと思います。バタバタ、マジですごいな、こういうところにアマゾンとか入ってんのかな。やばくない？すっごいんですけど、やばいやばい、すごいしか言ってないぐらいやばい。まあ、ちょっと進んでみようか。レストランあったスフィアース、これレストランなんだ、すげえなマジで。デザインがね、いいね。
結構こういうの使いこなしてる人も多いですね、街中。ライム、ここにこうスマホ固定してキックボードをみんなで使えるみたいなやつです。あ、ちょうちょう、ちょうちょ止まった。ドッグラン、あ、柴犬いる。ドッグラン、かわいい。柴犬好きです。なんだこの超一流企業の人間が集まってそうなフィールドは。やべえ。何ここ、なんか迷い込んだっぽいな。エアストリーム、誰か止めてくんないかな。この辺の人たち、きっと家も大きいんだろうな。REI 着きました。行ってみましょう。サイクルテストトレイル、お店の敷地の中に自転車の試し乗りのトレイルがある。やばいな。こういうね、道標、もうこういう感じ、ストア、エントランスもこういう木と同化した道標があります。でかい、屋根が広い、かっこいいな。もうちょっとここで休もうかな。すげえ、これがアメリカのアウトドアショップですよ。いいね、いいね、いいね。REI の中で水汲めるので、こいつに水汲んでおきたいと思います。旅人が求めるのは水、電気、日陰、 Wi-Fi、 電池ですね。水一番重要なんで、汲めるところあったら汲む、これ原則になります。汲んでいきましょう。このトポについては紹介します。いいね、やっぱアウトドアショップっていうのは広い、道が、通路が広い、開放的な空間っていうのは、この通路の広さに支えられてるのかな。あ、めっちゃいいやん、この REI の短パン。え、早速物欲しくなるあるあるが発生している。REIの会員にはなっておいた方がいいのかな。ベアホーム、うーんみたいなことなんのかな。
マジか、サスカッチフィールドガイド売ってんじゃん。ドクタージェフ・メルドランさん、いい顔してんな。サスカッチ、はい、買い物終了。 REI 買い物しました。ジェットボイルのガス缶がまさかの売り切れでした。まずいな、マジで前途多難。 REI でジェットボイルのガス缶っていうか、ガス缶が一つもなかったんですよね。他のメーカーも含め MSR とか、まずい前途多難っぷりがすごいな。ちょっとじゃあ簡単に今日買ったものを紹介しましょうか。買ったものといってもそんなにないんですけど、欲しくなるようなものはいっぱいあったんですけどね、 REI 系のもので。でもまあ今物増やしてもしょうがないので、買ったものは今日2個だけです。本当はガス缶が欲しかった。消耗品、飛行機に乗せられない消耗品の代表ですよね。1つ目これアクアタブっていうものになりまして、水の浄水に使うようなものというか殺菌に使うようなものですね。ファストアクティング、ウォーターイズレディトゥドリンク30ミリアフターミキシング。これタブレットみたいなもので、ニュージーランドでも使ってたんですけど、まあ、入れて30分後ぐらいにはいけると。30個のタブレットが入っているものになりまして、こんなもの、まあ、水の問題が結構出てるっていう話を聞いてるので、念のため結構軽いのでパッケージ向いてこれ持っていきたいと思っています。もう一つこれハリボーグミ、ハイカーハリボー好きなんですよ。覚えておいてもらっていいと思います。なんか光沢剤とか意外に入ってなかったみたいな話だったと思うんですけど、ホワイトビーワックス、イエロービーワックス、イエロー5、レッド40、ブルー1、まあなんかいろいろ入ってるって入ってるでまあよく歩けば多分大丈夫です、まあ、これ買ったの2個だけですね。散々お店の中いたんですけど、でもまあトイレ使わせていただいたりとか、無料で水を汲めたりですとか、あとはいろんなものを置いてあってすごく楽しく見ることができました。ぜひ皆さんもシアトルにいらっしゃった際は REI 寄ってみてはいかがでしょうか。ガス缶の売り切れは残念でした、まあ、宿確保してガス缶手に入れないとちょっと山に入りにくいので、しっかり買ってから出発したいと思っております。じゃあいい感じのスタバがあるみたいなんで行ってみましょう。その辺にあるスタバとは違って、より本格的なコーヒーが飲めるということで、ノラコーヒー店主の高倉としては行ってみたいなと思っておりまして、行ってみましょう。ありました、スターバックスリザーブ、いい感じのところみたいです。行ってみましょうか。多分スタバはバンコク共通で Wi-Fi が安定しているので、ここで情報収集するにはいいと思うんですよね。メインエントランス、暑いな今日は。これで雪がどんどん溶けてるってことだな。でもあっちの雲は完全に夏、怖いな、あの雲に入っていくの。ウルトラライトの店とかないんかな。明日コーヒー屋さんなのか、素晴らしい。すごい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 、文字変わってる。すごい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 、かっこいい。スターバックスリザーブなんちゃらです。いい感じです。オンリーフード被ってるの僕だけですね。
ごい広くて下にも席あります。スターバックスリゾート、はい、It's a little bit off, but it's close to Vancouver or Portland in Oregon. So is it worthy to go there? Yes.